コスト削減、省エネしたいけど、できることはやり尽くしたし、加工品質も低下させたくない。そのお悩みをスマートポンプで解決しませんか？グルンドホス、スマートポンプの特徴。従来の設計ではインバータ運転させる場合は制御盤が必要でした。スマートポンプはオールインワン設計となっており、制御盤が不要となっております。工作機械用途では幅広いレンジに対応しており、3メガパスカル以上の高圧域は MTSE、 3メガパスカル以下の低圧域、中圧域は MTRE がご使用いただけます。運転方法の一例として、任意のセットポイントにおける運転は最大7ポイントの任意回転数を設定することが可能です。任意のセットポイントによる運転はスピンドルスルー用ポンプにおいても実用例がございます。例として、1つ目のポイントでは 20% の能力で運転、2つ目のポイントが 60% の能力で運転、3つ目のポイントが 100% の能力で運転といったポイントの切り替えが可能です。期待される導入効果。従来はそれぞれの運転ポイントに応じて固定速ポンプが1台ずつ必要でした。スマートポンプは1台で各ポイントに合わせて運転が可能なため、ポンプ台数の削減、省スペース化を実現します。従来の固定速ポンプは運転ポイントが性能曲線上にあるため、実際の使用ポイントより過剰な能力が出ている可能性があります。スマートポンプは回転数制御を行うことが可能なため、使用ポイント上での運転が可能になり、省エネ効果を発揮します。アナログ信号によるフィードバック制御。外部からのアナログ信号の入力によって、さまざまな設定ポイントでの運転や比例制御運転が可能です。IoT 対応について。スマートポンプにモジュールを取り付けることで、さまざまな通信プロトコルに接続することが可能です。運転状態や消費電力など、さまざまなパラメータをモニタリングしていただくことが可能になっています。グルンドホス Go アプリはお使いのスマートフォンやタブレットでポンプの設定やアラームログを簡単に確認できます。スマートポンプをご使用いただくことで、カーボンニュートラルに向けた CO2 削減やポンプ統合による予備機削減など多くの効果が期待できます。あるお客様の事例では、およそ 25% の省エネおよび CO2 の削減効果が得られております。